ー元日本代表 FW 武田信博氏55が17日に行われた千葉、清水戦、福有の試合前イベントに登場した。武田氏にとって千葉は、市原時代の1998から99年に所属した古巣。現役時代に着用した9番のユニフォームを持参して、軽快なトークで観客を沸かせた。今日は久しぶりに千葉、清水の試合で福有に来て、試合前にイベントに参加しました。千葉での思い出は2年間、残留争いをしながらゴールを決めて残留したこと、と当時を振り返った武田氏、10年以上 J2 なので今年は昇格を、と悲願の J1 復帰に期待を寄せた。相手の清水には所属したことはないが、武田氏にとって思い入れのある地だ。清水は清水東高校時代に自分を成長させてくれた街、と感慨深げに語り、こちらも J1 昇格を願っていた。レジェンドの激に応えて名門の両チームが J1 復帰なるか今後の戦いに注目だ。